えー、21歳男です。ひろきさんの方面白く読んでます。質問です。ここ卒業後、中国に行き、3ヶ月前に帰国しました。不ロ所得的に月80万ほど入るようになったんですが、大学に行きたくなくなりました。オランダの大学に行きたいのですが、日本の大学に1、年在学する必要があります。僕は日本の大学に無知なのですが、早稲田の国際教養を考えています。英語の授業に慣れること、可愛いい女の子は遅だからです。ひろきさんのら難しいです。え愛、っと、あの、可愛い女の子は早稲田にはいないと思います。<laughs> あの、田ウナはね、そのわせ女っていう概念があるんですけど、 多分高校生の時に普通の子も、早稲田に行くと可愛くなくなっちゃうんだと思うんですよね。なので、ね、その、早稲田に入ると女の子は可愛くなくなるっていう法則があるみたいなんで、あの、早稲田以外で探した方がいいんじゃないかなと思います。はい。あと、まあ別に英語の勉強なんてどこでもできると思うんで、まあその、早稲田だとあのその後あの学歴的には得するんで、まあ早稲田入るんだったらいいと思いますけど、で別にオランダ大学来たんだったら最初からオランダ行けばいいんじゃないのまあコロナ禍なのでいろいろ大変だと思いますけど。